はい、のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、D のんちです。よろしくお願いします。そして本日のお相手は、はい、パートの時間を守ります、萌え子です。はい、どうも。はい、はい、今日はドラマ、はい、レビュー、行列の女神、はいはい、ラーメン最有機です。はい、はい、どうですか第2話。いやね、はい、だんだん面白くなってきた。第1話なんかすごい号泣したんですよ。動画で言うの忘れちゃったけど。そうなんだ。第2話は泣かなかった。なんかさ、泣くドラマってさ、毎回泣くよ。泣く。わかるわかるわかる。さあ今回第2話なんですけども、はい、今回のラーメン屋さんはわりかしこう綺麗、新店舗ですね。もうああいうの大好きですね。全然そそらないですね、もうなんか食べたいっていうのがワクワクしないですね。ってことはさ、はい、難しいね、ラーメン屋をどこ狙っていいんだか。だいぶ難しいですね。まあでもなんかああいう4人席みたいのがあるのはあんまりそんな好きじゃないかな。あ、うん、あの真ん中のなんか作りがあんま良くないよね。俺コンサルだったらあんな作りしないなと思った感じはしましたけれども、まあ見た目がね綺麗なのは好きなので、はい、いいんですが、うん、今回も、高橋みなみじゅんさんがどでかいなって今ね、下がったんですよ、私も今、なんでどでかいな。いや、もうどでかい。だってもう、鈴木京香さんとさ、はい、あの主役の子なんですけど、塩見ゆとりちゃん。3人並んだ時に、はい、黒島ゆな。一番、黒島ゆなって、一番後ろなのに、めちゃくちゃでかく見えるわ。大きいの結構厳しいですよね。いや、なんかもうめちゃくちゃだよ。多分あれ40センチぐらい差があるね。40センチぐらい。こうチャンの時もずっとね大きいって言ってましたよね。なんかびっくりしちゃう、ね。怖いんだよね、大きいもの。ああ。そんで今回は、はい、あれだっけ、私のコンサルすげえみたいな高橋メアリー純が、はい、鼻を折られるみたいな回でしたね。うん。まあ、すごいというか5回ねちゃんと連続で成功しないと、うんうんうん、あのね修行してラーメン屋さんには、そうそうそう、ま、何かの、うん、なんて言うの、コックさんが違う、ラーメン職人にはさせてあげないと、コンサルをやってけって言われて、5軒目だったんです。ラーメン屋をやりたい、やりたいんですよ。あのね、ご実家がねラーメン屋で高校生の時にガンでお父さん亡くなってしまって。そうだ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 、あのシーンもちょっと無理なとか、あーやめなさい、高校生シーン無理あるよね。でも声を変えてきたから私はすごく高評価ですね。あー声が若くなって、でもさ、なんか現場では全然大丈夫ってみんな言ってんだよ。なんか高校生にしか見えない、いや本当だねって全員が言ってるっていうのを感じました。感じましたね、で自分だけがやだーとか言ってんのが見えたっていう回でした。どこが印象なシーンありましたか。あとね、僕石ちゃんが、なんかね、もう石ちゃん自体は好きですけど、あのなんか芝居はそんなにっていうところはちょっとあって、ゆうかさんも食べることに疲れてるの出てたなと思って。じゃあ可哀想なんだよねあれ。だから本当好きじゃないんですよね、あんまりすぐ食べるの。いやいや、大食いじゃないらしいですよ。そうなの、それは知らないけどあの人ほら笑ってるイメージの人だから、普通の顔するだけで怒ってるように見えちゃうっていう大変さが、俺も一度会ったことあるけど、やっぱ怒ってるように見えちゃうもん。だから 3杯ぐらいなんか食べたみたいなシーンもあんまり良くなかった。どうでした。そうですね。なんかだから食べてるのちっちゃい子辛そうに見えた。ちっちゃい子はさ、ラーメン屋手伝うみたいな俺好きじゃないんだけどさ。子供子供らしくいてほしいんですか。子供は子供らしくしてるのが。あ、で人格がもう形成されてるから、もっとうがった見方してるはずなのに。そう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 。お姉ちゃんなんとかとかがあるね。みんなのバカな子供のイメージってもうああいう感じだよね。あんな子供いるわけないし、子供なんてすげえ大人だし、俺ちゃんとそうやって育てられたので。すごい良かったですよ。でもお手伝いしてるけなげさとかもコンサルの一つなんですよね、あれ多分。そうなの。じゃないの。そういうシーンはなかったよね。あ、なんかお手伝いしてるじゃない。なんか、お待たせいたしました、バーニャカウダラーメンですとかやってる。それでコンサルのさ、一つではないでしょ。ないのか。
そういうシーンはなかったですか？なかったですね、うん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 、だからそういうとこがさコンサルの癖に甘いんだよね。そういうシーン入れるなら